はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日はちょっとやっていきましょうということになるんですが、今日のテーマはこちらということになって、中国とロシアの情報工作の違いということになるんですが、一つの要するに、考え方としてこんなことあるかなっていうことで、ちょっと言っといてほしいんですと、いうことになります。で、あんまり自信はない。はっきり言うと自信はないけど、可能性としてはこんな方、可能性があるのかなっていうふうな感じではずっと見てます。はい。で、ですが、あくまで私の YouTube の観測データを元にしてやってるということで、YouTube とか、Twitter とかですね、ダイレクトメール送ってきたりとか、要するにいろいろコメント欄とかやってたりして、どうも一枚岩じゃねえよなっていうふうなところで、いう感じになってますということですね。はい。で、全部の要素にコメントを別に私疑ってるんじゃなくて、もう明らかにこれはどう考えてもおかしいだろうっていうふうなところから、やって、で、この動きの要素にアカウントがこういうふうな動きしてるよねっていうことで、やってっていうことに、データを取ったわけではないので、あくまで勘とかになっちゃうんで、かもねーぐらいでお願いしますということで、そんなことあるかもねーっていうぐらいでお願いしますと、いうことになります。こういうことがあったんじゃないかなと、いうことになります。はい。よろしいでしょうか。要するに、他の陰謀論者も、結構要するに、濃いことを言うんですが、肝心なことを言わないので、すごいなんでそこの大事なところの陰謀論言わないのとか、なんでそのソ連のコミンテルンが要するに入ってたこととかは言わないのとか、いろんなの歴史的な話になった時、その前の段階で、要するにトロツキスとか要するにいたところっていうのはなんでこいつ言わないのとか、ユダヤの陰謀がっていう要するにばらまいたのは、もとソ連のコミンテルンとロシア帝国っていうところがばらまいた話やのに、なんでそこは言わないのっていうのが、私からするとすごい気になって仕方ないということですね。はい。なぜそんなにロシアの悪者にしたくないんだ、お前らはっていうね。はい。陰謀論者は大体そのロシアの悪口は言いたがらないっていう謎な人物が多いですね。はい。で、今日のポイントこちらということになるんですが、中国の情報工作とロシアの情報工作で、東大の研究会とかがいろいろこう、ワクチンと今回の、ロシアの、ウクライナ侵攻と、大体不正選挙か、選挙が不正があったかなかったかと、いうことに関してやってるということですね。で、ちなみに選挙に関しては不正選挙というふうに認定されたのが何件かはあります。はい。何件かはありますが、一つは要するに全然違うものでしたっていうんで、いくつか要するに、30項目ぐらいに関してはこういう事実がありましたと、いうことになるんですね。だから私は要するにどっちの要するに味方もするつもりはありませんので、ご注意ください。不正選挙があろうと不正選挙がなかろうと、私から言ってるのは日米安全保障条約がうまく機能しなくなる事態は避けたいよねっていう話をしてるんで、はい。いうことになります。はい。で、いうことになるんですが、世の中にはね、日本語が通じない人がいるということですね。あえて難しい日本語をしてのらりくらりかわしてるってことも、なんでかっていうことなんですけどね。はい。相手の失言を誘うっていうね。はい。だから私をだから敵に回さないでねって話なんですよ。はい。私だからそういう陰謀を企ててるやつをずーっとこう後ろからこう追うっていう話なんです。はい。何もされなければ何も言いませんよって私は言ってるんです。ね。だから時に黙っときゃいいわけですよ。はい。ね。ウクライナにロシアが侵攻してきましたっていう時に、これ以上私は言いませんので、ご了承くださいって、自衛隊の機関であったりとか公式の発表をしっかりと待ちましょうというふうに言ってるわけじゃないですか。言ってるわけじゃないですか。それを邪魔するっていうんやったら、全部私が調べたの出しちゃうよっていう話ですね。はい。で、中国の情報工作ということになるんですが、選挙に不正はなかったと初めからしてるっていうふうなのが、ポイントになるんですね。こちらの方が多かったですね。はい。全部が全部ではないですね。みんな右向き右でちゃんと揃ってないです。はい。大体7、8割ぐらいそうだなっていう話なんですね。ところが、ロシアの情報工作は結構足並み揃ってましたね。はい。選挙不正はあったって逆に言い切ってるみたいなね。はい。感じになるんですけど。だからなんでドイツもこいつもそうなんだけど、選挙不正はあったなかったっていうのが、裁判も何もしてないし、検証もしてないのに、お前ら言えんだよっていうね。はい。どっちも怪しいだろうとか思うんですけど、はい。ということなんで、選挙不正はなかったっていうね。選挙不正はあったって、私のところにも、なかった、お前不正はなかったって言って、お前は陰謀論者だって言って散々攻めてきたにもかかわらず、つい最近になったら、いや、あったって。松井さん、あるって言ってたのに、なんでないになっちゃったんですかって言うんですけど、
や、あるって言ってないよ、みたいな。俺中立だよっていう、はい、言ってない言ってないみたいなね、はい、感じになるんですけども、選挙で不正はなかったって言ってね、あったっていうね、はい、一体何を言ってるんだお前はっていう話になるんですけど、はい、まあ、そういう人って多かったですね、はい、いうことです。ね、ロシアの情報工作の場合は一貫してですね、初めから終わりまで選挙不正はあったっていうね、はい、いう感じになるんですね、はい、でここら要するに対立軸見てるとちょっと私からするとあれかなって思うんですよね。なんかトランプを勝ってほしい理由でもあるのかなっていう、ロシアはなんかトランプ大統領が勝ってほしい理由でもあるのかなっていうね、はい、で中国に関してはバイデンが勝ってほしいという理由でもあるのかなって思うんですね。でなんで途中で変わったっていうね、そういえばよく考えれば台湾情勢に関してなんか菅さんとの間、菅総理との間でなんか、ね、台湾情勢ちゃんとしましょうっていう風になって、あの辺ぐらいからコロッて変わったりね、もう一気に変わりましたけれども、はい、いう感じになった。あとバイデン政権が出来上がってから、うん、これは徐々に要するに中国に対して結構きついことやってくるんじゃないかって思った瞬間からですね、徐々に徐々にこう、ぐーっとやっぱ変わってた、うん。そのタイミングで私は要するに、うん、君たち困った事態になるね、頑張ってねっていうね、はい。だから私言ったやんって話なんですけどね、はい。で、ポイントになってきます。で、反ワクチン、反マスク。これはまあ大体一緒ですね。反ワクチンで反マスクって意味がわからないですよね。反ワクチンで反マスクやったらコロナはデマだって言うんですよね。コロナはデマだっていうね。コロナは何もないっていうね。コロナは何も起こってないんだっていうね。いうことになるんですけど、反ワクチンで反マスクだったらどうやって守る気なんだっていう話ですね。はい。コロナはデマだとか言うんだったらわかるんですけど、はい。反ワクチンで反マスクって理論的におかしいですよね。反ワクチンで新マスクだっていうか、反マスクで新ワクチンだってまだわかるんですけど、反ワクチンで反マスクってことは、コロナ自体がお前らはデマだと思ってんのかっていう話ですね。はい。で、ここが決定的なズレです。はい。トランプとプーチンと習近平は光の戦士ですって言ったら、大体中国の情報工作ですね。はい。トランプとプーチンと習近平は光の戦士ですと言うんです。ところが、ロシアの情報工作だと疑われるアカウントや、情報工作だと思われるコメントに関しては、トランプとプーチンは味方だというふうな感じが多いですね。中国共産党のことはディスってきますね。平気でディスってくるんで、はい。中国はディスる。トランプとプーチンは光の戦士で一緒に戦ってるんだということですね。だから、ウクライナが親中的な国家だ。つまり中国との結びつきが強い国だということをやたらことさらに強調して、だから反ウクライナで反中国で反バイデンなんだよと。まあ、こういうケースが要するに非常に多いということですね。はい。全部ではないですよ。全部この定義に当てはめられるっていうことではないんです。ということなんですよ。で、ここが要するに私がすごい引っかかるところではあるんですよ。引っかかるところなんですよ。だから、全員が一致して、要するに何らかの方向性を向いているわけではないぞっていう話なんですよ。だから、反ワクチン、反マスクだったら、要するに、反ロシア、親ウクライナだとか、反ウクライナで親ロシアだと、要するに一本道で要するに行かないっていう、まあ、データ結果でもそうですね、一本道で行かないっていうふうになってるんですけど、一本道で行かない理由が正直あって、実際問題、反ワクチン、反マスクでって、こっち側の場合は、いや、ロシアの侵攻正しかったって、だから、どっちの思想でも、要するに、ロシアの侵攻は正しいっていう風な考え方を取ってくるんですけども、この場合はちょっと違ってくるよねっていうことですね。はい。で、俺のこの、要するに見方として、ロシアが何を考えたかっていうことは、多分こうじゃねえかなという風な話なんですよ。ロシアの情報工作ってあんま間違えないんで、逆に方向性がちゃんと合ってるっていう風な感じの、まあ大体やり方やってくるんですね。で、つまり彼らの頭の中では、まあ、ロシアからウクライナに侵略戦争をバーッと仕掛けましたということですね。ロシアが要するにウクライナに対して侵略戦争を要するに引き起こしましたと、バーッと。で、彼らの頭の中ではクリミア半島で要するに取ったみたいな感じで、早期にウクライナが降伏して、要はウクライナを手に入れましたっていうことになるんですね。はい。で、その後の展開が問題なんですけど、ウクライナは要するに手に入れましたって言ったとしても、要はロシアの要するにところに対して、ウクライナが占領しましたって言った後が問題なんですよね。あと要はロシアが侵略したっていうこの事実は変わらないので、全方位が敵になるということなんですよね。全方位で敵になるんですよ。イギリスはじめとした、まあイギリスとかと、まあ要するにヨーロッパ大陸全部。で、アメリカ合衆国とカナダ全部。そして日本列島全部。っていうことが、まあ全部大まかに敵に回りますよっていうことになるじゃないですか。そうすると全方位が要するに基本敵っていうことになりますよ。じゃあ、要するにどうするかっていうことになった時に、中国っていうもう一つ厄介な国っていうのも存在してるわけなんですよね。はい。で、ウクライナを要するに手に入れますよっていうことと、よりも、要するに台湾を要するに取りますよっていうふうなことになった場合って、アメリカの要するに損益ってものすごくでかいんですよ。
アメリカの損失ってものすごいでかいんですよ。だからウクライナを要するにかかりっきりになるとか、その中東にかかりっきりになるっていうよりも、台湾は要するに落とせねえぞっていう風な感じになってるっていうのが、まあ、実際アメリカとかから見るとそうなんですよ。で、日本からもそうじゃないですか。で、ロシアにとって要するに一番脅威なのは何かっていうと、日本とロシア、日本とアメリカの要するにところが、要するにこっちから攻め上げやってくるっていうのは、これは厄介なわけじゃないですか。ウクライナ取ったからもう EU はもう敵に回るってことやから、こっちは向いとかなしゃあないけど、じゃあ後ろを要するに背後を取られるのは絶対嫌だということになるわけですよね。そうすると何を言ってるかってことなんですけど、早期にウクライナを降伏して、降伏さしといて、中国を世界の敵にしようというふうな感じで情報工作してるんじゃないかなっていうふうには、まあ、見えんことはないよねって話ですね。はい、まあ、可能性としてはありますよね。だからこの中国ってまあ面白い状態ですね。はい、ロシアが味方だと思って一生懸命ロシアの情報工作にその我々も要するに低下しますよって言ってね、低下してるんですけどまあ裏切られてるっていうね。うん、まあ歴史的に見るとね、よくあるパターンですよね。歴史的に見るとね、中国はソ連とかとね、北側の国とね、手食いますよ、一緒にやっていきましょうよって言って、まあ最終的にその一緒に戦ってると思ったら大体後ろから刺されるっていうのは、まあ、毎回毎回中国もいい加減学習しろよって話なんですけどね。はい。中国はなんでその日本を敵対するっていう前に、まず自分の国の一番後ろにいる、背後にいるやばいやつの敵をしないのかなっていう話ですね。で、まあ、ロシアに要するにこうね、援助してくれやって言ったらね、はいはい、つって援助していってね、はい、どんどん援助していってってね。で、ロシアが要するに、ね、早期にウクライナ降伏してって言って、EU と要するに妥結しますって言って、アメリカと妥結しますって言ったらね、はしご外されて後ろから攻められるっていう可能性を、なぜ彼らは考慮しないんでしょうね。で、全て悪かったのは中国やって言ってね、はい。言いかねないですよ、ロシア。ロシアははっきり言うけど、ウクライナに戦争した理由は要するに中国との結託して、要するに我が国を要するに挟み撃ちしようとしたからだっていう、ね、平気で言ってきますよ、こんなん。言ってくるんやけども、まあ、考えずに要するにロシアにこうどん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 同盟を結んどくということでしょうね。はい。まあ、という感じになるので、まあ、ロシアの要するに情報工作っていうふうな形になった時に、要するに自分以外の第三者と第三者を要するに敵対させて攻撃させることによって、自分ところへの攻撃を要するに回避するっていうのは、まあ、ロシアのお箱中のお箱なので、ひょっとするとこれ要するに、中国側の情報工作とロシア側の情報工作でズレが生じているっていうことは、なんでズレが生じているかなっていうふうな話になった時に、まあ、要するにこういうことを狙ったんじゃないかなというふうに私なんかはちょっと見てますけどね。はい、ちょっと警戒してますということですね。はい。だから言ってんのにね。はい。ほんまにそいつは手組んで大丈夫な相手なんかって言って、俺はわざわざ中国のご妄想に向けて語りかけてるにもかかわらずね。はい。全然聞いてくれないっていうね。はい。全然聞いてくれないっていうね。はい。でも私の言った予言どうですか？結構当たってませんか？結構当たってると思います。バッタ発生するよーっつってね。バッタ発生するよ、洪水発生するよーっつってね。はい。で、食料足りなくなるよっていうか、食料危機起こるよ、餓死者出てくるよっていうね。はい。で、コロナの蔓延絶対止まらないよって。もうコロナで大変なことになりますよって言いましたけどね。はい。皆さんからの様々なコメントいただきましたよね。はい。三峡ダムは大丈夫だっつってね。三峡ダムの話してないですよ、私。三峡ダムだけの話ね。洪水が起こるって。三峡ダムについては一番やばいダムだからっていうのは言いましたけど、洪水が起こりますよって言ってるんです。一番大事なのね。洪水の、三峡ダムが一番危険性ですよって。今他のところでどうせ洪水起こりますよって。うん。三峡ダム以外のところもボロボロなやついっぱいあるでしょって。だから洪水起こりますよって、まあ、言ってるじゃないですか。ね。で、ね、バッタ発生しますよって。ね。イナゴとかバッタ発生、バーって発生しますよってね。はい。言ってるわけですね。これ、バッタ発生しますよって話をしましたね。で、食料足りなくなりますよっていうね、話をして、コロナで大変なことになりますよって。食料足りなくなりますよってね。食料ちゃんと輸入してて、備蓄量も大丈夫だよってね。まあ、中国のご妄想さんからね、すごい言われたんですけどね。誰が備蓄量の話してるんですかね。場所場所に要するに輸送できて初めて飢餓っていうのはなくなるにもかかわらず、輸送ができないから飢餓が起こるよって俺言ってるわけですけどね。はい。そこまでは頭が回らないみたいですね。まあそこまで教える義務にもないんで、はい。といってまあ、ね、食料不足が発生しましたよね。インフレ大変なことになりますよ、大変なことになりましたよね。中国経済パンパン潰れますよって潰れるようになりましたよね。はい。まあ全部当たってるんですけどね。はい。はい。ということなんでね。実はこれ、中国さん、ロシアさんのね、情報工作ね、どんどん乗っかってね、一緒に戦おうってね、孤立してるからってロシアと組んだっていう話になるけどね。はい。一番組んじゃいけない相手と組んじゃったかもしれないな、これな。まあ、なんて話がね、まあ、よもやまばやしかかもねえぐらいでお願いします。よろしいでしょうか。まあ、あくまで個人的な適当に考えたことなんで、はい。あんまり参考にしないでくださいって。まあ、こんな話があるかもねえっていうぐらいでお願いします。
よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。